韓国が2番艦のマラド強襲揚陸艦を就役させたそうです。今回はこの艦の甲板耐熱処理について見ていこうと思っています。この艦については F-35B ステルス戦闘機を艦載できるという報道がありましたが、実際は違いましたね。まだ技術的に無理があるのかなと思ってしまいます。韓国では独特急強襲揚陸艦の2番艦であるマラドが就役したのは2021年6月末のことでした。1番艦独特が就役したのが2007年平成19年のことでしたから、14年も経っているんですね。その時間差を埋めようとしたのか、同型艦でありながら可能な限り船が大型化されているようです。具体的な数字は挙げませんが、ドクトよりマラドは満載排水量では約500トン、全長約 15M ほどサイズアップしています。さて一方、日本は同じ14年間に海自はヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀の2艦を航空母艦として改修することを決定していました。韓国がマラドを就役させたのはこの動きに対抗したためと見られています。その理由ですが、マラドの全通飛行甲板には航空機用の耐熱処理加工が施されているからです。一説には日本の出雲、加賀と同じく短距離離陸垂直着陸ができる F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を運用するのではないかという推測もなされているのです。とはいうものの、マラド飛行甲板の耐熱処理加工というのは大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応できる程度のレベルとされ、超高温の排気熱を出す F-35 ライトニングへの耐性は持っていないだろうというのが大勢です。そもそも韓国には F-35 の排気熱に耐えられる耐熱塗装技術はないだろうということ。肝心の独特急強襲揚陸艦の内部構造が F-35 を収容することを想定した設計になっていないことなどが理由として考えられているのです。もっと大事なことは耐熱加工以前の問題で、マラド飛行甲板の強度が戦闘機の離発着荷重を考えて設計されてはいないとも言われているので、そういった点から考えても F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として甲板に乗せることは物理的に困難と言えましょう。実はこの F-35 ライトニング 2B 型戦闘機というのは非常に精巧、特殊の機体です。別のわかりやすい表現ならわがままと言ってもいいでしょう。この機体を艦に乗せるためには様々な条件が必要なのです。飛行甲板の強度と当然耐熱加工も必要、エレベーターや収納スペースも必須です。となると全通飛行甲板が備えられている艦であっても戦闘機の運用はなかなか容易なことではないとわかるはずです。日本の出雲、夜加賀設計建造の段階から F-35 ライトニングの運用を想定していたとも言えるようです。だからこそこの2艦が作られた時には憲法で禁止された空母ではないかと野党が非難していたのも当たらずとも遠からずとも思われるのです。今までの日本政府の見解によると、憲法上保有できないのは戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、攻撃型空母だから伊豆、桃加賀も攻撃型という定義には当てはまらないと判断していたようです。いささか強引とも感じられますが、韓国では1番艦独特は強襲揚陸艦と表現されていますが、今回の馬良島は大型輸送艦と呼ばれています。同じシリーズの艦艇なのに不思議ですね。
どこかへの遠慮なのでしょうか。韓国メディアは1番艦、ドクト、2番艦、マラドと、自国が、着実に、航空母艦建造のノウハウとテクノロジーを蓄積していると、報道しています。また、世論も、航空母艦保有に対して、日本のような意味で否定する意見はないようです。しかし、現実的な論者たちは、韓国の最大の仮想敵国は、一時休戦状態にある同民族の北朝鮮なので、地続きの国への対抗策として、航空母艦を保有しても、有効手段とは思われないし、F-35 ライトニング 2A 型戦闘機の配備数を減らすべきではないという意見を持つ人も多いようです。海への対策より、空の対策をという意見は、韓国地理的、軍事的状況を考えると、正論と感じるのですが、多くの世論は、違う見方をしているみたいですね。つまり、日本が、竹島、韓国名、ドクトを奪おうと目論んでいるから、対策として空母が必要なのだという意見なのです。奪うも、何も、竹島は日本の領土なんですけどね。日本が出雲、加賀の航空母艦化を決定したので、韓国も意地になって、対抗上、航空母艦を持たなければという声が大きくなったのでしょう。こうした世論に迎合して、政権の延命化を図りたい現文政権が強引とも言える姿勢で推し進めているように見受けられます。韓国は、マラドに続く3番艦に、ペンニョントという名前をつけて、建造計画を進めています。この3番艦こそが、韓国初の軽空母になるものと考えられています。それにしても、これから作る艦艇に、さっさと名前をつけておくところが韓国らしいですね。ドクトは、日本の竹島、マラドは、韓国の最終島近くの島、城。島も航海にある島です。それぞれ、島の名前をつけたわけですね。この軽空母計画で面白いと思うのが、従来まで2隻のドクト急遽収容陸艦建造を手掛けた企業ではなく、他の2社が手を挙げたということです。この2つの企業というのが、ヒュン大重工業社とテウ造船海洋社です。それぞれ財閥ですし、政権とのつながりも深い企業ですね。前述のように、航空母艦建造のノウハウとテクノロジーを蓄積したと自慢している割には、巨額の投資を伴う大事業なのに、建造する企業を変える方向で計画が進んでいるのは、めったにないことではないでしょうか。いずれにしても、韓国企業単独で、航空母艦建造は困難ですから、現代重工業者には、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社、大油造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社がサポートすることになっているそうです。すでに、初動の概念設計では、現代重工業社案に、バブコック社が支援しますから、クイーン・エリザベス級航空母艦と同じく、スキージャンプ発艦方式が採用される確率が高いと思われます。クイーン・エリザベスは、2021年5月に、ポーツマス港を出港し、極東地域へ向けて航行中ですが、韓国に寄港する可能性は、高いと推測されます。本採用に向けた韓国へのアピールでしょうね。もう一方、大油造船海洋社と、イタリアのフィンカンティエリ社のコンビですが、艦艇をコンパクト化し、ある意味では、小回りの利く運用を狙っているのではないかと思われています。フィンカンティエリ社が建造した代表的な艦艇は、2022年就役予定のイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステです。
較的小型なのですが、艦載機の数は意外と多く、ヘリコプターと F-35 ライトニング2 B 型戦闘機合計で、マックス20機は収容できると言われていますから、航空機の運用能力も決して低くはありません。通体が出かけりゃいいというものではありませんよね。と言っても、この大油造船海洋社&フィンカンティエリ社コンビアンには、トリエステや、現代重工業社&バブコック社コンビアンとは違って、スキージャンプ方式は採用していません。スキージャンプ方式は、かなりのスペースが必要ですから、その分、甲板も、広くなる船体が大きくなるということです。となると、建造コストも、当然増えますよね。試験ですが、クイーン・エリザベス級航空母艦を少しだけダウンサイジングしたような前者案よりも、後者案の方が、現実に即していると感じられますね。